はい、皆さんこんばんは、5月15日月曜日342回しゃべくり真っ白の時間がやってまいりました。今日の真っ白はですね、外はものすごく気持ちの良くてね、そよ風っていうんですかね、今日吹いておりまして、でもこの真っ白町歩きセンターの中ですね、今見るとね25度っていう形でちょっと暑い感じいたします。まあ、この中で2、4、6人、7名ほどね、マッスルテレビ局のものが動いております。今日のゲストをご紹介いたしますけれども、マッスル町清野にお住まいでですね、信州の名工2016知事表彰を受賞されました、栄冠堂三上表彰展の三上和徳さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、この今回のですね、信州名工2016って2016年知事表彰、まあ一応おめでとうございます、ね、ありがとうございます。まあここにも一応表彰っていうかね、パンフっていうんですかね、パネルがちょっと出ておりますけれども、まあそういった名工ね、こういう形でかっこよく写っておりますけれどもね、そういう感じで見ていただきます。でですね、この三上さんの、お住まいの先ほど清野と言いましたけども、一応場所的なものをねちょっと説明させていただきますね。現在ですね、町歩きセンターここにありますね、まあ、今中継しているところですね。それからですね、西の方へずっと行っていただきますとね、まあ、この辺がね長芋畑結構あります。堂島っていうところですね。でその隣がですね、真っ白焼きの真っ白桃園さん、その斜め横になります。でここが、この写真がそうなんです。なんかね、ちょっと小さい、その目立たないようなっていうような看板出てるんであれなんですけども、まあ真っ白桃園さんの隣っていう形で、これ見るとあれですかね、この表具やったりするその工場って言えばおかしいけど、やるのはどこにあるんですか。これですか、それともこちらですか。今のこのこちらの方になるんですか。はい、そうですか、わかりました。まあ当初ですね、長野商工会議所真っ白支部にね、登録されていまして、まあここの中でですね、ここを見ていただくと、こういった表彰の年頭のご挨拶の下にですね、こういったものが出てまして、まあ、これをもちょっと見ていただければいいかなというふうに思います。それとですね、まあ、これからお名前がですね、栄冠堂三上表彰展という形になります。で、表具師という形ですね。これちょっと栄冠堂ってどういうあれなんですかね、ちょっと珍しいあれなんでお聞きしますけど、はい、ちょっといいですか。はい、どうぞ。この永っていう字は長いっていう、はい、意味があります。永久の永みたいな、ね、そうです、はい、永久の永です、はい、で漢ですけれども、皆さんよくご存知な漢は、下に心っていう字がついてます。あります感じるとか、はい、敏感とか、はい、そういう意味ですけれども、はい、心を取っちゃうと、全く別の意味になる、意味になっちゃう、はい、勘輪丸、はい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 、勝海舟がアメリカまで渡航したっていう、勘輪丸、あの勘と同じ字です。で意味はどんな意味があるかって言いますと、はい、動き続けるとか活動し続けるとかっていう意味があるそうです。なるほど。これ誰があれですか。はい、実は親父も表具屋だったんですけれども、はいはい、三上表彰店でやってきまして、で私の代になって、周り見渡すと、ほとんどなんとか堂っていう道具がついてるんです。はいはい、で我が家にはついてないねっていうことで、できればつけてくれやっていうことを兄に申しましたら、はいはいはい、じゃあちょっと待ってろっていうことで考えてくれたのがこの栄冠堂、長く動き続けるようにっていうことを願いを込めて考えてくれたものです。なるほどね。はい、まあそれどうですか、これ聞いた時感じた。
なんか意味がさっぱり分かんなかったんですけど、すまあ長く続くっていう話聞いて、うん、あそういう意味が込められてるんだっていうことで納得して、あそうです今は自分では馴染んでいるつもりです。あ、なるほどね、うん、分かりました、まあ、ここにも書いてありますけども、この下のあれはどういうあれですか、ちょっと名刺を拡大させていただいたんですけども、はい、この下の部分というのはどういうあれですか、はい、長野県兵庫表示内装協会って言いまして、うんうん、今長野県内に70ぐらいいらっしゃるぐらい加盟店があります。なるほど。で、まあ兵庫屋さんの集まりですよね、兵庫内装業の人たちの集まりで現在70名ぐらい、うんうん、なるほどね、まあ、年々少なくて今は副会長さんになってますね、はいはい、うん、まあ、事務局が松本だって書いてありますね。そうですね、はいはい、まあ、あとこの中身的なもの、これちょっと今言った兵庫市、はい、次が、はい、表層、そうですね、はい、私の肩書きも兵庫市になってます、はいはい、で兵庫市っていうのは一体どういうものかっていうことなんですけれども、厚労省でいう分類でいうと、うん、表層っていう、うん、職種分類になるようです、うんうん、で表層っていう中にはグループ分けすると、うん、兵庫産業また壁層産業っていうものがあって、うん、兵庫の方には、うん、美術表層、うん、いわゆる掛け軸とか、うん、今これ掛け軸ですね。そうですね、うん、これちょっとこういう古いものを、はいはい、新しく、はい、仕立て直すとこんな形になります。すごいね、もう綺麗になっちゃうんですね、こんなボロボロのものも選択して、うん、染み抜きしたりすると、うん、こんな形になります、ね、すごいですね、うん、まあ、あとこういったのも、まあ、なんか、はい、こういうあれもそうですやられてるっていう形ですね。これが下張り施工令なんて書いてあるんですけど、そうです、はい、壁層の関係、はい、まあ、壁層っていっても天井の紙を貼る仕事も生まれるんです。うん、これは松本の開智学校、ああ開智小学校、はい、はい、十分に指定されてますけれども、うん、それを改修工事がありまして、うん、松本の我々の仲間でやったんですけれども、はい、あ、そうですか。これだけど下ってこれただ本当にこの障子紙と同じでこういうあるだけで、はい、上なんかかけるってことないんですね。木の桟になってるだけなんです。だけなんですか。今でこそ石膏ボードが貼ってあるわけなんですけれども、はいはい、石膏ボードじゃなくてこういう木の桟があるところにこのような和紙を貼りまして、はい、でまた和紙でこの凸凹を、うんうん、やってくる、ね、袋をかけてそれで最後に仕上げの紙を。なるほどですね、はい、あとですねこういうそのマイスターって結構何種類もあるんだけどこれもちょっと説明していただいていいですか、はい、これは一番最初にいただいたのが、うん、この昭和24年にいただいたものなんですけれども、はいはい、全議連マイスターって言いまして、はい、全国技能士会連合会っていうところで、はいはい、頂戴しました。なるほど。でどんなものがマイスターに認定されるかっていうことなんですけれども、はい、長年まあ、この業界の技術を、若い人たちに指導してきて、はいはい、で現役の指導員であるっていう、うん、そういう人たちが推薦されて、うん、認定されるわけです、ね、なるほどね。これが今24年になります。こっちが27年になります、はい、これは厚労省から、はい、こちらは全議連なんですけど、はいはい、今度は上の、はい、全議連を管轄する、うん、はい、厚労省に来て、厚労省から、うん、今度はあなたをものづくりマイスターとして認定しますということで、うん、認定していただきました。はい、それから今度はこれもこっちが先になるんです。これが先、これが先なんですね、はい、これが先ほど言いました、はい、卓越した技能を持って産業の発展にと県民福祉の増進に寄与されたっていう、ね、はい、卓越した技能というからね、はい、まあ、これでもって、県の方から
知事表彰されたという形ですね。その後こういうあれですね、また今度は29年今年の2月ですかね、今度信州ものづくりマイスターという形 そうです。これ一連のあれでずっと来てるって形になる。そうですね、まあ、一応みんなもマイスターっていう称号がついてるんですけれども、一応 技術指導を、はい、やるっていうこと。特にこちらの方は最近小中学校で、技術体験の科目があるんです。あ、そうです。でその中で学校からの要望があれば、小さなこの職種に関するものを、子どもたちに教えるっていうような、そういう先生を、移植されることがあるんですけれども。そうですか。このものづくりマイスターの中から移植されるわけなんですけどね。この表具展っていうのをやられたきっかけっていうのはどういうあれですか？もともと親父が表具屋だったものですから、じゃあ継ぎなさいっていう感じ。継ぎなさいっていうか、自分の場合は他にやることがなかったもんですから、脳もなかったもんですから、別に抵抗もなく継いでしまったっていう、なるほどね。そういうことで、まあ、あとお聞きしたら、そのなんか東京へも行かれたりとか、あと沼津で神々の卸屋さんへ入って勉強したりとかっていうので、その時になんかそのなんていうの、のりメーカーさんとも連携したとかっていうのをちょっとお聞きしたんですけども、23の年でしたね。23歳になった時に、まあ生まれ故郷の佐久の野沢っていうところで私生まれて、で親父と一緒に東京から帰ってからは表具屋やってました。内装もやったりしておったんですけれども、生意気になりまして、親父とは一緒にできないと思ってでほら自分でやりたいことをやるからっていうことで飛び出したんです。あ、なるほど。でその飛び出した先が静岡県の沼津っていうところで、特に当てがあったわけじゃないんですけれども、飛び込んだところが内装材料の、お店でした。でそこの社長さんが大変いい人で、専属の職人になれやっていうことで仕事をやらせてくれたんです。あ、そうですか。で主に壁装の仕事だったんですけれども、壁装の仕事一生懸命やらせていただいて、で5年ぐらい経って多くの仲間を持つことができました。なんか研究会立ち上げたとかっておっしゃったね。でその仲間の、まあ、リーダー的な存在になりまして、沼津一帯ではかなり評判の若者グループだったんです。でそれを業界誌が取り上げたんですか？はい、嗅ぎつけてくれて全国紙に紹介してくれたんです。あ、なるほど。でその情報を、接着剤メーカーの社長が新聞を目にして、でわざわざ沼津まで訪ねてくださいました。で、あんた一緒に私のところの会社の講習会で一緒に歩いてくれないかっていうお誘いいただいたのがきっかけで、あ、そうですか。現在に至っているんです、今日もなんかね行ってきたとか、今戻ってきたばっかりです。ありがとうございます。今日は兵庫組合の仙台の方で、組合の仲間から、三上さんやってもらいたいよっていう依頼を受けて、もう半年も前から言われてたことだったんですから。まあ、あといろいろとこの冊子もね、その当初なんか講習会用の冊子が作ったとかっておっしゃって、それもちょっと見せていただいていいですか？はい、矢沢家具っていう接着剤メーカーと動き出した一番最初のテキスト、これ何も当時なかったもんですから、で自分で資料を作るしかなかったんですね。ちょっと中開いていただければと思うんですけど、こういう形でね、こんな具合に自分で絵を描いたりして、で絵を描いたところをワープロで活字をつけまして、切り抜きで一冊の
冊子に使って、うん、じゃあこれを持って講習会に出た。そうです、うん、現在はどんな感じですか。だいぶ違いますね。そうですね今これが元になりまして、うん、あのこの会社の方でちゃんと、うん、作って製本メーカーに出していただいて、ね、うん、立派な冊子をいろいろなものを作ってもらうようになりました、うん、今まででこれ全国で、全国っていうかこういう講習会って何回ぐらい出られてるですか。おおよそで結構ちょっと覚えてないんですけど、うん、もう百数十回になります、ね、ます。なるほどね、まあ、あの海外も行かれたとかって言うんですけど、それはどういうあれですかね、はい、この矢沢科学のあの澱粉工場が中国の上海にありまして、うん、そこであの工場の、まあ、視察を会社の方で定期的に行ってたんですけど、うん、一緒に行ってみないかっていうお誘いいただきまして、うん、でその行った時に向こうの職人さんと交わったりして、うん、向こうの仕事の事情を伺ったり、うん、あの日本での施工の方法について話したり、うんうん、教えたりっていうことで、うん、日本と向こうとの違いって何がありますか。根本的に違います。何が違います。施工の仕方ですけれども、はい、日本では壁紙を貼るのに、はい、材料の方に塗る、糊をつけるんです、はいはいはい、向こうの方は、うん、壁の方に糊をつけます。うーん、だから何が違いがあるですか。こうまあその糊の違いはあるだろうけれど、根本的にまず違うのはやり方が違うということを今お話ししたんですけど、表材が違うんですね。材料が違うんです、あ、そういうことで、はい、うん、日本で使っているものというのは糊をつけると、皆さんご存知のようにあの糊つけることによってシワができますね、うん、後ぶくれしてきます、うん、だから糊つけて伸びるだけ伸ばしてから貼らないと、いきなり貼るとブクブクになっちゃって、はいはいはい、とても綺麗な仕事できないんですけれども、向こうのものっていうのは向こうに乗って紙を貼って後伸びしないんですよ。うーん、そういう素材なんです、うん、なるほど、ね、不織布っていう、あ、またちょっと今フリースっていうんですけども、そういう素材で壁紙ができてるんです、うん、なるほど、ね、だから施工方法が全く違って、素材も違う、なるほどね、はい、まあ、あと、まあ、これからですね取り組みっていうんですか、これからやっていかれると思うんですけど、最後になんかこれからの希望とか自分の思いとかってなったらお願いできますか。そうですね、まあ、今今年これで67歳になるんです、はいはい、間もなくなるんですけれども、はい、だんだん自分の最後も考えなきゃいけない年頃になってきたかなと思うんですけれどもね、まあ実際には仕事を現場で動くこともだんだん自分では苦しくなってるんで、せっかくいただいてあるマイスターという称号ありますんで、これからも若い人たちの教育訓練、そういうものに体の限り一生懸命尽くしていけたらなと、そのように思っております。あ、わかりました。じゃあ、まあ体に気をつけてですね、はい、今日貴重なお話ありがとうございました。どうもありがとうございます。ちょっと待っててくださいね。今ね、うん、先に言われちゃったからね。なんだって、三田さんって言えなくなっちゃった。そう、お疲れさんでした。いやいや、ありがとうございます。いや、やっぱり、ね、技術持ってる人は素晴らしいですね。そうですね、いいね、うん、なんか技術ある。あ、技術ない ね、ないね。はい、やったね。はい、ということで、はい、お知らせも、はい、そんなことでね、この前、この17日まちづくり研究会というのをちょっと毎月1回やってるんですけどね、街歩きですね、マッスルの地元から学ぶっていうのでね、ちょっとあの松代町の中のね、もう昔今やってるじゃないですか、ブラタモリ、ああいったタモリさんやってるような感じの、街歩きができないかなっていうので、ちょっと勉強会をやるっていう形でね、やるつもりでいますね。
でそれからですね、その次は5月の20日になりますけど、真っ白学講座、ね、恩田木先生がね、生誕300年っていうので、こういった形でね、第3回続けてね、ちょっとやれればいいかなと思って、5月の20日、それ6月24日、7月22日、もう3回ね、やる予定でいます。真っ白公民館でやる予定でいますんでね、まあ、ぜひお願いします。はい、さてさて、343回しゃべくりまっしょろですけども、はい、22日、はい、たけちゃん、はい、バンドの活動、はい、はい、どういうことでしょうか ね、宮坂さん、そうですね、八千にね、ご家族を中心にね、バンド組んでるんですよ。俺でね、隠してるし、いろんなところに行ってね、演奏活動してるんですね。あ、そう、地域の歌う会とかですね、敬老会とかね、見てるんで、勘弁見てるのにね、ヨンマさんがね、隠すんだよね。介護施設とかね、いろいろ行ってね、あとはそのライブコンサートね、そのいろいろなところで活動してるみたいですよ。で、それを何聞くの？そう、ちょっとね、演奏してもらおうと。演奏すんの？そう、ちょっとね。じゃあ宮坂さんもちょっと、ケーナ持ってきて、吹いたらどうかい？俺が吹いたらね、ケーナって言われちゃう。あ、そうか、そうか、ダメか。あとね、キーボードとかね、ご本人はね、ウクレレらしいんですけどね、あとフルートもね、やるの？いらっしゃってね。全部で何人来るですか？5人ぐらい。5人も来るの？素晴らしい。素晴らしいね。じゃあちょっと広げなきゃいけないね、来週は。ちょっとそちらでね、演奏してもらおうと。はい、了解でございます。15分演奏したらもう終わっちゃうからね。じゃあちょっとぐらい、延長してもいいと思いますね。あ、そうですかね。はい。そんな形でね、素晴らしい演奏ですんでね。あ、わかりました。お話も素晴らしいけどもね、はい、演奏も素晴らしい、うん、だ、演奏先あれだね、ちょっと長めにやってもらった方がいいかな。そうだね、演奏5分やって後ろやったら中身5分しかなくなる。ちょっと少ないね。そうか、そうか、そうですね、了解でございます、はい、ということでね、はい、来週は素晴らしい演奏とお話を伺えると思います。はい、わかりました、はい、じゃあ来週は宮坂さんよろしく。わかりました、お願いいたします、はい、ということで来週のしゃべくりまっしょろ、はい、どうぞお楽しみに。また見てね。